らすかここ最近の秋田だば乃木すべ二時で月か今日ってなあの秋田市で30度近くまで上がってる日続いてっからよまず乃木と思うよだともそんな中な東北地方の太平洋側だば日照不足そして低温気温ひぎいのな気温ひぎっつ注意報注意情報が出てらからよ結構小太平洋側と日本海側でなちげえんのかもしんねえすな。 で秋田だば何となってらんだべんだ思ってよあの梅雨入り後の天気調べてみたっけこんな感じこうやって見ると割と雨の日が多いえんた感じになってらっすな、まあ、晴れた日ガッと晴れてグッと気温が上がるからそんな印象あんまねえかもしんねえんだと思う降水量見てみたっけよまあ梅雨入りしてすぐ39ミリ降ったりあと6月の終わりだばよ46.5ミリの雨降ったり降る時だばばーっと降ってんだもんな。 だから総合的に見ればこの梅雨の期間の降水量っていうのはそんなになあの平年よりすぐ寝ぐ年代は今どっちかっいうと平年よりちょっと多いえんた感じになってらっすだともまあ純粋さだばちょっと影響出てるみてだからあのあんまり油断はできねえかもれんいなで、えー、金土二時で今日も入れたべこの後どうなるのか週間予報見てみたっけこんな感じ。 低温日照不足の情報出てる仙台福島とかの太平洋側だば曇り雨の日が続くもんな梅雨空がしばらく続くあのずっとよこう太陽と会えねえような日が続くかもしんねえんだとも秋ただばこうメリハリのある天気な火水潜ってしっかり晴れるべ気温上がってまたのぎくなってくるだども金土って雨降るんだよな晴れるんだば晴れるんで熱中症にさ注意されねばねえども雨だば雨で今度は雨の降り方さ注意されねえ 雨の予想を見てみっとよこの大陸の方から来るこういなこういなこういなほらはいアイスかだねこれ秋田さん入ってきたもんなこれ金土ってこれです結構すまとまって降るかもしんねからよ注意さねばねですよ、まあ、近づいてきたらこれまたあの詳しい情報とこなお届けするんでなそっちも見てけです。 そうばあば最後のお願いなこれいつものお願いなんだともチャンネル登録な YouTube のチャンネル登録となんとかしていけですよろしくお願いしますあの YouTube の他にも Twitter でもつぶやいてっからそっちも見ていたら嬉しいっすなそういえばね